ガスの止め忘れは火事のもと。ママ、何やってるの？いちごだ。今日はいちごジャムを作るわ。パンにつけたら美味しいわよ。イエーイ、やったー。おー、いちごだ。ダメだってば。ジャムを作るんだから。いっぱいあるんだからいいだろ。二人ともジャムができるまでいい子にしなさいね。はい。おいしいジャムジャムジャム。ママお腹空いて死んじゃう。もうすぐできるわよ。あとは煮詰めるだけ。じゃあ味見してもいい？ダメ。おい、なんだよ。ジャムはパンにつけて食べるの。そう決まってるの。ルーシー、リビングからパンを取ってきて。はい。あら、どうしたの？ママ、あれ見て。私のパンが。悪い子ね。ルーシー、パンは買えるから泣かないの。ルーシー、ママがパンを持とうか。いい。悪いことするバディからパンを守らなきゃ。ふん、あいつきっとジャムを食べてるぞ。行かなきゃ。ママ帰ろ。バディに食べられちゃうよ。大丈夫よルーシー、ジャムは火にかけてるからバディには届かない。ママ、ガスの火を止めるのを忘れたかも。止めなかったらどうなるの？ジャムが焦げ始めて火事になっちゃうかも。ジャムが焦げちゃうの？大変なのはジャムじゃなくて家が燃えちゃうことよ。大変！そこだけ！道を開け！まずい、リンゴが転がってく。ママ早く。そうね。そこどうして？おや。奥さん大丈夫かい？平気よ。ありがとう。もうすぐ家だよ。はあ？嘘よ。急いでママ。二人ともついてきなさい。こっちもダメ。もうママ、家が燃えたらバディはどうなるの？そんなの絶対にダメよ。うん、ママ。よし、これを使うのよ。それ。びっくり。さあ、うちへ帰るわよ。やったね、ママ。かっこいい。やだ。危ない。ルーシー。ルーシー。ちょっとでお家だよママ。あと少し頑張るのよ。ピーター。ピーター、どうかしたのかい？バディが一人でお家にいるの。なのにガスを消し忘れたかもしれない。急いで行こう。バディ。バディ。バディ。ああ、いや、どうしたんだい？バディ。ロバートがガスを止めてくれてよかったね。大惨事になるところだった。ごめんなさいロイ、もっと気をつけなきゃね。じゃあガスを使う時の注意点について話そう。火をつけたら決してその場を離れないこと。加熱しすぎは火事の原因になるし、吹きこぼれてガス漏れが起こるかもしれないからね。そしてガスをつける前にはガスの匂いがしないことを確認しよう。万が一ガスが漏れている時に点火すると爆発の恐れもあるから必ず確認しよう。また点火したら火がついていることも確認しよう。ノブを回したのに火がついていなければガスが漏れてるかもしれない。最後にガスを使い終わったら必ず元栓を閉めるようにしよう。忘れる心配があるならガスタイマーをつけるのもいいかもしれないね。そうするわ。ありがとうロイ。ねえママ、ジャムを食べてもいい？いいわよ。やった。でもジャムはどこかしら？テーブルの上に置いたよ。あ、うわっ。
やだ。バーディー。バーディー。道路で気をつけること。ありがとう。でもこれはプレゼントなの。ローラさんをびっくりさせるのよ。今日が誕生日だから。ちょっとだけ食べていい？スージーが食べるなら僕も。心配しないで、もう一つ焼くから。やったー、うん、早く食べたいな。そうだね。ママのパイをあげたらローラさんチョコチップクッキーをくれないかな、うん、私も食べたい。キャップに配達を頼んだんだけど遅れてるみたいね。パイが冷めちゃうわ。僕が届けてあげる。本当？あ、すぐ近くでしょ。お願い行かせて。わかったわ。その間にママがパイを焼いておくのでいいかしら。やった。私も一緒に行くわ。ついてくるの？スージーには遠いよ。すぐ近くって言ったのに。うん、そうだね。でしょ。二人ともローラさんにおめでとうって伝えてくれる？ママ僕一人で行きたいよ。スージーがあなたの言うことを聞けば何も問題ないでしょ。ダメ。お兄ちゃんの言うこと聞ける？聞ける。もうピー、うん、大通りまでまっすぐ行くのよ。はい。スージー早く来いよ。パイが冷めちゃうじゃないか。急いでるよ。お兄ちゃんどこ行くの？ローラさん家への近道なんだ。でもママが大通りまでまっすぐ行けって。大丈夫だよ、僕の方が詳しいから。本当？本当だってば。いいわよキャップ、終わったわ。新車に戻ったみたいだ。お、しまった、配達を頼まれてたんだった。じゃあキャップまた会おうね。この道変よ、車がすぐ近くを通るわ。ここはそういう道なんだ。わかった。ちょっと君、バックしろよ。こっちが先に来た。なんだと？先に来てたのはこっちだ。そっちがバックしろ。1分以内にバックしろ。スージー、いいから行こう。もうすぐ着くから。大間違いだぞ。お、確かこっちが近道だったかな。お兄ちゃん、ちょっと持ってあげる。ありがとう、スージー。やっ、キャップ、どうしたの？大丈夫よ。二人が無事だったことをローラさんは喜んでくれるはずよ。キャップ、どうしたんだい？こういう狭い通りでは特に歩行者に注意しなきゃって分かってるだろ。ごめんなさい、全部僕が悪いんだ。ポリー、ケビン、スージー、歩道がないところを歩くときに必ず守らなければならない簡単なルールを君たちに教えてあげる。その1、通りの真ん中ではなく必ず端を歩くこと。真ん中を歩くと後ろから来る車が見えないから危険なんだ。その2、車が通るときは必ず止まって端に寄ること。歩き出すのは車が行ってから。運転手が見ていないこともあるから道を渡る前に止まってよく周りを見よう。絶対に飛び出さないで。その3、狭い道を歩くときは横に並ばないこと。必ず一列になろう。それから荷物は車が通る側に持たない方がいい。車が近づきすぎるとぶつかって大きな事故になることもある。今言ったルールを守れば狭い通りを歩くときでももっと安全に通れるんだ。わかったよポリー。よくわかったよ。でもパイが台無しだ。そうだね、うん、あ、そういえばママがもう一つ焼いてるわ。そうだった。ローラさん、こんにちは。まあよく来たわね。誕生日おめでとう、ローラさん。あら嬉しい。これママからローラさんに。まあ心のこもった贈り物ね。
さあお入り、二人にいいものがあるのよ。わあ、チョコチップクッキーだ。このクッキー世界で一番好きなんだ。私はこのクッキー宇宙で一番好きなんだから。実は私も大好きなのよ。蜂に注意。よし、ゆっくりゆっくり。よし、クリニー、もう大丈夫。どうもありがとう。あら、ジン、どうしたの？また蜂の巣が落ちたっていう通報があったの。今度はシンディの家よ。了解、今からすぐに向かうわ。ヘリ、次はシンディの家よ。了解。二人ともまたね。新発売のチョコレートドーナツを持ってきた。僕今日の朝早起きして並んできたんだ。うわあ、蜂だ。いやあ、いやいや、はっはっは、いやたかが蜂一匹だろ、怖がるなよ。ピーター、後ろ。後ろ。あんなに大きな蜂の巣、いつの間にできたんだろう。僕のドーナツ、あれ今日しか売ってないのに。決めたぞ、ドーナツを助ける。ジョニー、ぐるぐる。これとドーナツ。うわあ、ジョニー、大丈夫？ほら、一個だけだけど取ってきたよ。あ、僕いいこと思いついたよ。集中しろ。あともう少し。おい、早くしろよ。貸して、僕がやる。あ、引っかかった。引っ張れ。僕のドーナツ、もう諦めようかな。あ、そうだ、二人とも手伝って。ん、いや、はい。あ、ボックスマン出動。ドーナツ救出作戦スタート。ピーター、頑張れ。前方にドーナツ発見。敵の陣地でドーナツに接近中であります。ドーナツの救出まで3秒2秒、1秒。じゃーん、できた。イエーイ、やったー。いや、よし、戻ろう。あ、やめろ、どっか行け。見つけたらどうすればいいか教えるわ。よく聞いて。蜂を見つけても自分で追い出そうとしちゃダメよ。そーっと逃げてね。巣を見つけたら触らずに通報して、レスキューチームが安全に取り除いてくれるわ。
蜂に追いかけられたら体を守るために頭を隠して伏せるのよ。もし刺されたら触らずに近くの病院に行って治療してもらってね。みんな忘れないでね。うん、アンバーもちろんだよ。よし、じゃあドーナツを食べるとするか。うん早く食べよう。ちょっと僕のドーナツ。安全な火の消し方。チャールズ、こっちは終わったよ。そっちはどう？うん、こっちも終わりそう。綺麗になったぞ。あれ、どうしたの？君のせいだよ。そうなの？まあいいや、掃除して綺麗になったから入って。やった。待って、あとここだけ。終わった。じゃーん、スーパードラゴンシリーズの新作7巻だよ。すごいな。でもどうだい、これはニンフレンドの最新版だよ。いた、どうだ、スーパードラゴンの武器だ。あ、おお。チャールズ、それ何？これはオイルランプだよ。すごく古い感じがする。そうだよ、おじいちゃんが昔使ってたんだ。こっちのは何？望遠鏡だよ。わあ、はあ、うわあ。待って、これは僕のお気に入り、アマチュア無線機だ。無線機？いろんな人と情報をやり取りする装置だよ。これを使えば世界中の人と話ができるんだ。いつか宇宙人とも話をしてみたいんだ。宇宙人、今やってみようよ。宇宙人さん、応答願います。ピッポッピー。宇宙人、こちらはレスキューセンターです。なんだ、レスキューセンターか。あれ、その声はチャールズ？そうです、ピーターの家に秘密基地を作ったんです。へわー、秘密基地。はい、ぜひ遊びに来てください。まあ楽しそう。誘ってもらったからには行かないとね。もちろん。宇宙人さん、応答願います。もしもし。うん、全然反応がないな。え、宇宙人？僕のお腹が鳴っただけだ。僕もお腹空いた。そう、では食べるもの倉庫から出すかな。倉庫だって？ふん。あ、すごい。あら、食べ物がなくなってる。ピーター、なんかうるさいんだけど。誰？僕が？あ、まさか宇宙人かな。でも無線機はオフになってるよ。ピーターの家から煙が。はっ、てあっ。みんな、どうした？ロイ、オイルランプの火に水をかけたら火がもっと大きくなったんだ。わかった、もう心配ないからね。はっ。みんな無事でよかった。いいかい、油を使っているときは火に水をかけてはいけないよ。どうして？油でついている火は水では消せないんだよ。水をかけると油の表面を広めることになってもっと危険なんだ。油を使っている場合は水の代わりに消火器や砂をかけて消すと安全だ。
油は料理をするときや部屋の暖房で使うことが多いから目を離さないようにしてね。よくわかったわ。私も注意する。ありがとう。ロイ、ありがとう。気をつけるよ。ああ、やっと秘密基地を作ったのにな。ゲームもなくなっちゃった。僕の無線機もね。あれ、あ、これまさか。おお。わあ、絶対に宇宙人だ。ついに宇宙人と交信したぞ。やったボール遊びのルール。じゃじゃーん。うわ、かっこいいボール。どうしたんだ。パパとママに頼んだんだ。やっと買ってもらえたよ。へえ、ちょっと見せて。よく弾むし蹴り具合もいいよ。あ、何するんだよ。もう汚れちゃうじゃないか。あ、なんだよ、眺めてるだけか。遊ぶのか。そりゃ遊ぶけど。追いつけるか。おい、僕の方が早いんだぞ。ねえダグ、公園に行こうよ。いいよ。行くぞ。よし。ねえ、ボールはどこ。ケビン、あそこだ。ごめん、二人とも。僕のボールが。そんな。止まろうとしたんだ。でも君たちもここで遊んじゃダメだ。ケビン。かわいそうに、ケビンは悲しんでた。ボールのことは残念だけど、事故にならなくてよかった。そうだね。でもすごくがっかりしてたから、何かしてあげないと。そうだ、いい考えがある。本当？なんだい？はい、これでよしっと。かっこ悪いよ。仕方ないでしょ、次からは気をつけなさい。失敗から学ぶの。道路の近くで遊ばないで。わかった、心配しないで。ねえ、貸してよ。ダメだよ。ママが言ってたこと忘れたの。そうだね、ごめん。ボールを持ってるだけなんてつまらないよ。貸して、僕が持つ。ダメだ、僕が持つ。僕だ、僕が。追いかけろ。大変だ。ケビンとダグはもう帰ったかな。ケビン、止まるんだ。ケビン、大丈夫かい？ありがとう、ポリー。ケビン、ダグ、今日はもう2回も事故になるところだったよ。そうだね。でも今のはボールを取ろうとしただけなんだ、ポリー。ケビン、新しいボールは手に入るけど、命は一つしかないんだよ。そうだね。ボールで遊ぶ時のルールを覚えてるかい？車が近くにいるときはボールで遊んじゃダメだ。公園なら安心だね。ボールに集中してると車が来ても気がつかないかもしれない。とても危ないよね。もしボールが道路に出てしまっても追いかけてはいけないよ。ボールが止まるのを待って安全を確認してからボールを取るんだ。それか大人に頼んで取ってもらおう。わかったよ、ポリー。それから
じゃじゃーん。これ何ポリ？ボールバッグだよ。これに入れてボールを運べば転がる心配をしなくていいんだ。手に持ってボールを運んでいると事故を起こしやすくなるからね。もしボールバッグを持っていなかったら袋を使ってもいいよ。はいケビン、これは君に。ありがとう。ねえダグ見て、新しいボールだ。わあ、ありがとうポリ。実はそのボールはダンプーからだ。トラックの？ボールを引いちゃってごめんねって言ってたよ。優しいね。そうだね。行くぞ、取れるか。ラグ早く蹴って。よし行くぞ。迷子になったルーシー。パパ早く早く。ルーシー手をつないでないとダメだよ。それじゃあショーに遅れちゃうよ。ルーシー、ちょっと待ってよ。わあ、白雪姫の劇って大人気なんだね。ヘリー、今日は人が多いから劇場の周りをパトロールしてみんなの安全を守りましょう。了解アンバー。白雪姫や、あんたにこの新鮮なリンゴをあげようかね。まあとっても美味しそう。ダメ、それ毒リンゴよ。パパ、白雪姫が死んじゃう。心配ないよ、きっと大丈夫。おお、白雪姫よ、目を開けておくれ。ねえお兄ちゃん、白雪姫が生き返った。ほんと、じゃあ帰る時間だ。みんな、ありがとう。さようなら。パパ、とってもとっても楽しかった。次はママを連れてこなきゃな。はい。パパ、僕トイレに行きたい。漏れる漏れる。トイレだって、あっちだ。さあ、行こう。すみません、では、行きましょうか。ね、そうね。白雪姫だ。お姫様。漏れる。ルーシー、ここでトイレに行っとくか。ルーシー、ルーシー。皆さん、素敵でした。ありがとう。白雪姫。たのかな。それにここはどこ？遠くに来ちゃった。あの風船だ。あっちだね。さあ行こう。ルーシー、ルーシー。どうしたの？大変なんだ。ルーシーがいない。え？ルーシーが？僕があの時目を離したから。大丈夫。僕らが見つけるよ。まずは近くを探しましょう。うん。了解。私は白雪姫、雪のように白い肌。あ、お腹減っちゃった。じゃじゃーん。おいしい。みゃん。はい猫さん、キャンディ欲しい？みゃん。あ、猫さん待って。ルーシーいないの？ルーシー。あ、ルーシーだ。ルーシー、私ルーシーじゃないよ。あ、ごめんね。ルーシーは一体どこに行ったんだ。猫さん、ここどこなの？風船が見えないよ。どっちに行けば。こら、危ないだろう。ごめんなさい。ちゃんと前見て歩きな。荷物がめちゃくちゃだ。本当ごめんなさい。パパ、どこなの？パパ！ルーシー！ルーシー！ルーシー！パパ！私はここよ！あ、まずい！ルーシー！
大丈夫か？本当に危なかったわね。パパもずっと心配してたのよ。ごめんなさいパパ。まあ無事でよかったよ。じゃあ人混みで気をつけた方がいいことを教えるわね。人が多い場所では家族とはぐれやすいから注意してね。パパやママの手をつないで歩こう。迷子になっても動き回るのはダメ。そういう時はパパやママが来るまでその場で待っていようね。近くに交番や消防署があったら行って助けを求めよう。もしものために自分の名前や電話番号、家の住所を言えるようにしようね。いい？ルーシー。うん、練習しとく。白雪姫がいる。白雪姫、パパ、一緒に白雪姫を見に行こう。ああ、一緒に行こう。電気製品を使う時の注意。ジン、ジン。あ、誰もいないのにつけっぱなしだ。もう暑くて。あら、ロイじゃない。ジン、つけっぱなしにしたら扇風機が熱を持って火事になるよ。平気よ、そんなに時間経ってないし。暑い。大丈夫？もう熱を持ってる。消さなきゃダメだよ。わかったわ。よし。どうだ、驚いただろう。水風船は卑怯だよ。びしょ濡れチョリー。逃げるな。はい、ハッピー。やあシンディ、お届け物だよ。ようやく来たわ。きっと待ちわびてると思って急いで持ってきたんだ。楽しんでね。ありがとうパスティ。やめてよ。ほら撃ってみろよ。人の後ろに隠れちゃずるいよ。いい加減にして。ピーター。ピーター、新品の本が濡れちゃったわ。本当に悪かったよ。そうだ、僕たちがその本を乾かすよ。できるの？ああ、もちろんさ。そうさ、新品みたいに戻して返すよ。貸して。ちゃんと直してね。ジョニー、どうやってこの本を乾かすの？わかんない。洗濯機はどう？あ、脱水とか？ちょっと待ってよ。よし、やってみよう。止めて止めて止めよ。失敗だったね。だね。ならトースターは？熱くなるし乾くかも。確かに。ピーター、君って天才だよ。やっぱそう。すごくいい香りがする。今一番欲しいものはトーストだ。あ、ピーター見てよ、燃えてる。水を。ねえどうしよう、もうすぐシンディが来ちゃうよ。これだ。あったかい風を当てれば本はすぐ乾くよ。うん、絶対間違いない。ジョニー、終わった？僕も帰りたい。もうすぐで終わるよ。止まった。よし。アイス発見。ダメ、やめて。ピーター、それ僕のアイスだよ。待って、一口だけ。お邪魔します。ジョニーの家から煙。
みんな大丈夫かい？ここにいて。はっ、怪我はなかったかい？うん、大丈夫。ロイのおかげで助かったよ。いいかい、ドライヤーをつけたまま目を離したら危ないよ。小さな電気製品は熱がこもって燃える危険がある。ちょっと目を離すだけの時でも電源をオフにしよう。それに電気ヒーターや電気毛布のそばに燃えやすいものは置かないでね。最後に、電気製品は正しい使い方を守ろう。オッケー、わかったよ。待って、お、私の本はどこ？まさか火事で燃えてないでしょうね。う心配しないで、僕がそんなヘマすると思う？治ったの？乾いたよ、ほら見て。あー、何があったの？あー、いろいろあってね。いつかそのお話を聞かせるよ。ふざけないで。こら、逃げるな。安全マップを作ろう。じゃあ宿題は分かってる？それぞれが町の交通安全マップを作るのよ。なんだって？難しくて無理だよ。ケビンの言う通りだ。一体どうやって作るの？全然難しくないわ。家から学校まで歩いて道を渡った回数と、信号があるかないかと、安全な道か危ない道かを記録していけばいいのよ。簡単でしょ？簡単じゃない。じゃあもしこの宿題をちゃんとやったら5枚のご褒美ステッカーをもらえるって言ったら？うん、本当に？そう、だからやりましょう。いい？オッケー。じゃあみんな家からスタートして学校で会いましょう。わかった。ダグ、どっちが早いと思う？僕さ。ねえちょっと、どうしたら。僕が勝つんだ。信号もあるし横断歩道も短いからここは安全で良さそう。はあ、この道は安全だ。お金があればお店に入って食べ物も買えるし。早く変わってよ。あ、そうだ、青だ、行くぞ。また事故になるとこだった。よし、ここは信号があるけど少し危険にしとこう。道路を渡るときは手を上げて運転手に見えるようにするんだ。よし、あれ、もう一回運んだらおしまいだ。まだ公園の工事終わってないのか。どこでサッカーやればいいんだ。今日はここでやろうと思ってたのに。おう、ダグ、危ないぞ。トラックの後ろに立ってはいけない。死角に立つのは危ないんだ。死角？車やトラックの周りで遊んだり下に隠れちゃダメなんだ。それは死角があるからだよ。車やトラックやバスには運転手から見えない場所があるんだ。それを死角というよ。乗り物が大きいと死角の場所も大きくなる。もし子供がこの死角の中で遊んでいても運転手には見えないんだ。もしみんなが死角にいるときにトラックが動いてしまったら。ああ、そうだった。ねえダンプ、工事はあとどれくらい？ビルダーさんがあと5日かかるって言ってたよ。5日、そっか。じゃあね、ありがとう。どういたしまして。私が先に来たんだ、下がれよ。下がらないぞ、僕が優先だ。なんだって？うわ、どうしたんだろう。これ前にもあったな。お兄ちゃんどこ行くの？ローラさん家への近道なんだ。この道変よ、車がすぐ近くを通るわ。
ちょっと君、バックしろよ。こっちが先に来たんだ。なんだと、先に来てたのはこっちだ。この道は危険すぎる。遠回りする道を書いておこう。その方が安全だ。よし。子供は気をつけた方がいいわ。ここは信号がないもの。治ったよ、ポリー。やったー。僕の勝ちだ、ダグ。惜しかったのに。何してるんだい？今日はお休みだろ。説明するわ。宿題をやってたの。宿題？どれもよくできてるね。町の安全な道と危険な道がちゃんと書けてる。みんなが君たちみたいに安全マップを作ってくれたら、僕らは安心するよ。ありがとう、ポリー。ねえ、ダグ。何？この OK っていうのはすごく安全ってこと？それはマフィンの印だよ。なんでマフィン？そこに僕の大好きなケーキ屋さんがあるんだ。ケーキ屋さんがある通りは全部君にとって危険だね。なんで？だってダグが考えてるのはマフィンのことだけだもの。そうだね。いい考えがある。君もお家の人と一緒に安全マップを作ってみない？危険な自転車レース。ゴール！よくやったぞ、ターボ。もうダメ。どうだ、ジョニー、僕の勝ちだぞ。ちょっと調子が悪かったから手加減してやったんだよ。明日また勝負しよう。手加減してやっただって？明日やったら変わるのか？明日になればわかるよ。ジョニーはなんで来ないんだろうな。ピーター。それなんだよ。自転車を買うなんてずるいぞ。ずるくて結構。ビーター、さては負けるのが怖いんだろ。怖いわけないだろ。ジョニーこそまた負けても言い訳するんじゃないぞ。じゃあこれから勝負しようよ。よし、じゃあ先に市役所に着いた方が勝ちってことにしよう。いいよ。位置について。よい、ドン。行け。どうだ。先に行くよ。ゆっくりついてきていいよ。ジョニーのやつめ、負けないぞ。危ないな。気をつけろ。ごめんなさい。やあ。おい、何してるんだ。こんにちは。ジョニーだ。お兄さん、さよなら。おいおい、気をつけろよ。こっちに行けば近道できるかな。どうしよう。行っちゃえ。あれはピーターだ。トラブル発生みたいだぞ。ピーターっては見えっ張りだよな。自転車に勝てるわけないだろ。お先に失礼。嘘だろ。よし、どいてください。おい、なんなんだ。危ないじゃないか。どいてどいて。気をつけろ。よいしょっと。よし、通ります。僕も。よいしょ。危ないだろ。行くぞ。こら、止まれピーター。ジョニだ。
身を守るものもつけてないじゃない。ピーター、ジョニー、自転車やキックボードに乗るときは守らなきゃいけないルールがあるんだ。安全のためにね。防具を身につけずに自転車やキックボードに乗ると怪我をする可能性がある。安全に乗るためには必ず防具を身につけよう。建設現場や車道、人が多い場所を走るのは危険だよ。安全のために市道や広場、公園などで乗るようにしよう。手を離して乗ったり競争するのは危ないよ。安全運転を心がけてくれ。わかったかな。うん、わかったよ、ポリー。いいか、ジョニー、さっきはよくも建設現場をめちゃくちゃにしてくれたな。逃げろ。待ちだ。